ウィリアム・ダグラス作、錬金術師。ピーテル・ブリューゲル作、錬金術師16世紀の錬金術師の実験室。錬金術は、最も競技には、科学的手段を用いて、非金属から貴金属を精錬しようとする、試みのこと。講義では、金属に限らず様々な物質や、人間の肉体や魂をも、対象として、 それらをより完全な存在に連成する試みを指す。錬金術の起源は古代エジプトや古代ギリシアに求められる。錬金術はヘレニズム文化の中心であった起源前のエジプトのアレクサンドリアからイスラム世界に伝わり発展した。万物は4元素から構成されていると考えたアリストテレスら古代ギリシアの哲学者の物質観は中世アラビアの錬金術に 多大な影響をもたらした。12世紀には、イスラム錬金術が、ラテン語訳されて、ヨーロッパで盛んに研究されるようになった。錬金術の思考の過程で、硫酸、硝酸、塩酸など、現在の化学薬品の発見が多くなされており、実験道具が発明された。17世紀後半になると、錬金術師でもあった科学者のロバート・ボイルが4、元素説を否定。 アントワーアヌ・ラボワジェが著書で33の元素や質量保存の法則を発表するに至った。これらの成果は現在の科学に引き継がれている。歴史学者フランシス・イエッツは16世紀の錬金術が17世紀の自然科学を生み出したと指摘した。語源については通説は定まっていない。英語のアルケミーはアラビア語。 AL キミアに由来し、AL はアラビア語の定冠詞であり、この技術がイスラム経由で伝えられたという歴史的経緯を示す。シャミーはエジプトの地の意のコムから、キーミアはエジプトの術の意味だという。古希、カイウプシロンミュー、望み、コミュースで、古希、カイイタミューイプシロンアルファキ、キーミアはシルを抽出する術の意味だという。 古代ギリシアの四元素節錬金術の源は古代ギリシャや古代エジプトに求められる。1828年、エジプトのテーベで古代の墓地からギリシア語で書かれたパピルスが発掘された。これらは現在所蔵する都市の名をとってライデンパピルス、ストックホルムパピルスと呼ばれている。3世紀頃に書かれたとみられるこれらのパピルスには金や銀に 別の金属を加えて増量する方法や染色法が記述されている。錬金術で使用された、バンマル4世紀初めのアレクサンドリアの錬金術師、パノポリスのゾシモスは膨大な著作を残したとされ、現在に残っているものも多い。ユダヤ夫人マリアは4世紀頃の錬金術師で密閉した容器に金属片を入れて蒸気を当てる、ケロタキスという装置を発明したとされ、 今も、バンマリの名で残っている。しかしこの時代の錬金術には、賢者の石や、エリクサーは登場しない。7世紀に、アラビア半島の一角で誕生したイスラームは、その信徒の共同体の支配する地域が短期間で拡大した。支配地域の行政には、聖典の言語であるアラビア語が用いられ、後には、支配地域内に豊富に存在した。 学術書もアラビア語へ翻訳されるようになった。2から3世紀に書かれたヘルメス文書や4世紀のゾシモスの著作、5から6世紀のシンプラトン主義的文献といった錬金術に関わるエジプトのギリシア語文献も8から9世紀のおよそ200年ほどの短期間に集中的にアラビア語へ翻訳された。翻訳の時代が終わり、 九世紀の終わり頃から十世紀の初め頃になると、ジャービル文献と呼ばれる著者を、ジャービルブンハイアーンという人物に偽した文書群や、ムハンマド・ブンザカリー・ヤラーズイーというペルシア人の著作群が編纂された。ジャービル文書の実際の著者らはイスマーイール派というシーア派の卑怯的文派の信奉者のようであり、文書中にはイスマーイール派の得意な魔術的、数秘術的、 先生術的、生物学的考察が垣間見える。ジャービルとラーズイー以後も、イブン・ウマイル、カーシー、トゥグラー・イーといった錬金術師が著作を書き、エジプトのジルダキーは先人たちの研究成果を総括する著作を書いた。17世紀後半、オスマン朝の宮廷医師、サーリフ・ブンナスル・ダーサルームは、パラケルススの思想を伝統医術に導入しようとした。これは、 錬金術が近代的な科学に変容し得る機会であったが、そうはならず、錬金術師たちは賢者の意思探しに終始した。中世アラビア語圏における錬金術の定義は様々であるが、列位の金属を編成させて、行位の金属を得ることがテーマの技術であり、岩石学や鉱物学に近いが厳密には異なった。鉄鉱石や金鉱石から鉄、 金を精錬する、夜勤術とも異なり、ガラスや金、銀のまがいものを製造する技術でもなかった。染色や香料製造も錬金術ではなく、薬科学はこの時代にはまだ存在していない。夜勤、染色、香料製造といった工芸的技術と錬金術が根本的に異なっていた点は、錬金術が理論的基礎を持っていた点である。錬金術師たちは、 多様な鉱物は本来一性であり複数の要因によって本質的な鉱物なり非本質的な鉱物なりになっているに過ぎないと考え要因は定常的ではなく変更可能であるから編成は可能であると考えたこのような理論的基礎の上錬金術師たちは大地の奥底で数千年かかって列位の金属が行為の金属に編成するプロセスを 加速させる技術を研究した。人為的な編成が可能か否かについて、錬金術師ではない学者の意見は多様であった。ジャーヒズは、怪奇主義的に、砂がガラスになるのに、真鍮が金に、水銀が銀にならないのは矛盾していると書いた。金 D は、自然にこそ留保された語を人類が成すことはできないと述べたが、後にラーズイーがこれに激しく反論した。 パーラービーは、編成は可能であるが簡単にできるようであれば、通貨の価値が暴落するため、錬金術書はわざとわかりにくく、書かれている、そのため不可能になっていると、錬金術を擁護した。アブハイアーン・タウヒー・ディは、人間に自然を模倣する能力がないと考え、イブンシーガーは、認識論の観点から人為的な編成の不可能性を論じた。後者によると、鉱物を、 他の鉱物から分ける特徴的な際を認識する能力が人間には備わっておらず、人間は当該特徴的な際に付加された属性や一過性の意思を認識できるに過ぎない。イブンシーナーの論はトゥグラーイーやジルダキーにより反論を受けた。イブンハズム・アンダルスイーやイブンタイミーヤをはじめとして、五教的、社会防衛的立場から、 錬金術という語そのものを非難した学者も多い。後者の弟子分化イ員ムジャウズイヤは、イブンシーナーと同様に、錬金術は鉱物の見かけだけを取り繕うものであると考え、さらに、錬金術は通貨の価値の暴落をもたらすことによって、神により創造された世界の秩序を壊しかねないとして、錬金術を非難した。 8から9世紀頃を中心にアラビア語へ翻訳された文献、または翻訳という定裁をとって新たに著述された文献は、ヘルメストリスメギストスの教えについて語るものが多い。錬金術師たちはヘルメスの信奉者であった。ヘルメスはハラーンのサワビア教徒が精神的不素と仰ぐ予言者であり、 マニ教においてもマーニーに先行する五大予言者の一人とされる予言者である。マニ教の予言者論はイスラームのグノーシス主義的シーア派の予言者論の中にも姿を表し、ヘルメスは最初に低住民の生活を組織し、人々に様々な技術を教えるために使わされた予言者として、予言者イドリースあるいは予言者エーノクと同一視される。サービア教と。 マニ教徒のヘルメス主義は、9世紀エジプトの錬金術師、ズンヌンミスリーを介してハンラージュラ初期スーフィーへ、さらに後には12世紀のスフラワルディーへと流れ込んでいった。麻酔尿によれば、一に、礼拝、金欲、祈願により神に近づきうるという信仰、二に、先制術と結びついた円環的時間間、三に、月下界と最高点、四元素と、 第五元素を対立させない宇宙の統一性を強調する世界観といった特徴があるという。賢者の意思を求める錬金術師、ライト・オブ・ダービー作戦144年に、チスターのロバートがモリエニズを錬金術の構成の書としてアラビア語からラテン語に翻訳したものが西欧における最初のラテン語による錬金術書である。また、バスのアデラードも、 錬金術を紹介した。それから錬金術が注目を集めるようになり、13世紀以降に大きく発展した。初期の有名錬金術研究者、スコラ学者のアルベルトゥス、マグヌス、トマス・アクイナスやロジャー・ベーコンは金属生成の実験に関心を持ったが、彼らの実践については定かではない。 多くの義書が彼らの名に返されたことが大きい。16世紀ルネサンス期に錬金術は最盛期を迎えた。錬金術師が増え、印刷術により先人の書物が広まった。ルネサンス期の有名な医師、錬金術師にパラケルススがいる。彼はアリストテレスの4大説を引き継ぎ、アラビアの3原質の結合により、完全な物質であるアルカナが生成されるとした。 なお、ここで言う塩、水銀、硫黄、金などの用語は、現在の元素や化合物ではなく、象徴的な表現と解釈する必要がある。彼を外する不老調製薬の発見を目的とする一派は、イアトロ科学派と呼ばれた。 また、ゲオルク・アグリコラが、キミアのゴ後,後半に用いたことで、錬金術は、秘境的な実践を指すようになり、薬剤や、経験主義の長い伝統の科学と区別されるようになった。神聖ローマ皇帝ルドルフ2世は、身分や国籍を問わず、錬金術師を交流した。プラハの宮殿には、ヨーロッパ各地から、錬金術師、科学者、先生術師、魔術師、芸術家が集まり、 小さな大学のような雰囲気だった。宮廷を訪ねた錬金術師は予備試験に合格すると皇帝の前に通され、そこで珍しい実験を実演すると相応の報奨が与えられた。イギリス人のジョンリーとエドワード・ケリーもプラハに滞在した。錬金術師たちはヨーロッパ中を駆け巡ったが捕らえられ、 錬金術の秘密を告白するよう拷問されて死んだものもいた。この時代を代表する動きはドイツで始まったバラ十字団の活動である。バラ十字団は友愛団の名声、友愛団の告白という文章を発表。共に賢者の意志による金編成を偽金作りと求断し、 真の錬金術の目標は病人を治療する新しい医療科学、人々を英知に導き、神と人間の世界を改革することとされた。クリスチャン・ローゼン・クロイツの科学の結婚は、断の回想とされる、ローゼン・クロイツを主人公とする錬金術的幻想小説である。16世紀は、偽の錬金術師も急増した。錬金術書を偽造する。 偽の金を売り裁く者が現れた。何より彼らは実験に成功することなく具体的な成果を上げられず徐々に錬金術は疑惑の目にさらされるようになった。17世紀のイギリスではヘルメス思想を軸とするバラ十字錬金術に対して実践的な科学派の錬金術が生まれた。代表的なものがサミュエル・ハートリーブを中心とするハートリーブサークルである。サークルには ロバート・ボイル、ジョージ・スターキーらがいた。彼らが思縮していたのが、ベルギーの錬金術師アン・パブキスタ・ファン・ヘルモントであった。デカルト学派から、神が作った金属は姿を変えない、天地創造の時から少しも変わらないという主張が、錬金術理論を崩壊させ、科学へと向かう。ただし、錬金術師たちはなおも健在でその中には、アイザック・ニュートンもいた。 17世紀末までに錬金術の実践的な側面は科学となり、錬金術師は科学者として再化するようになった。錬金術は科学に移行する。神秘学、陰秘学としての錬金術はカリオストロやサンジェルマン伯爵バラ十字団により続けられた。長らく途絶えてきた錬金術は古金利の著作、大聖堂の秘密、賢者の住居で、 再び脚光を浴びる。古金リは自分の正体を明かさなかったが、弟子のウジェーヌカンスリエは積極的に錬金術の教えを広めた。この影響でヨーロッパ各地で錬金術専門誌が発行された。インド錬金術の歴史は、紀元前千年頃から紀元前500年頃にかけて、インドで編纂されたベーダに橋を発し、紀元前4世紀のカウテリアの実理論も、 錬金術に触れている。インドの錬金術者は27人の達人の名前が、ラサラトナサムチャヤという本に記載され、その中に、リュージュが含まれる。リュージュには、リュージュ菩薩訳法、リュージュ菩薩養生型、リュージュ菩薩若型、リュージュ眼論などの著述がある。この、メロンにより、リュージュが眼界の外されることもある。ラサラトナーカラというベンガルで発見された。 錬金術のタントラの写本は、大乗仏教のタントラである。これらと、中国仏教の山蔵の中に見出せるものと、比較すると、他の金属を金に変えるハータカという薬液や、石汁とも言われる山水シャイローダカなどが、共通しており、中国の錬金術との類似点となっている。これらは、インドのものが中国に密教と共に伝わったのでは、ないかとされている。これに次ぐ、 錬金術書としては、カルカッタのアジア協会の図書館に秘蔵されているラサールナバカルパがある。インド錬金術については、タントラ教やインド伝統医学も影響を与えたと、される。水銀は通常は液体であって、人間の精神と同様に流動的であるが、固形化されると、人間の精神集中をもたらすという。放牧師内編中国では、放牧師などによると、 金を作ることには、先端の原料にする、先端を作り、先人となるまでの間の収入に充てるという二つの目的があったとされている。新社などから、夜勤術的に、不老不死の薬、先端を作って服用し先人となることが主目的となっている。これは、連単術と呼ばれている。厳密には、科学的手法を用いて、物質的に内服薬の2を得ようとする。 外端術である。先端を得るという考え方は同一であるが、気を整える呼吸法や瞑想等の身体操作で体内の丹田において先端を練ることにより、先人を目指す内端術とは区別される。すでにアルベルトス・マグヌスは鉱物書において自分で錬金術を行ったが金、銀に似たものができるに過ぎないと述べており、金を作ることに対して疑問が出されていた。 後世に数々の検証から科学が成立していった。アタノール。中に哲学者の卵フラスコがある。錬金術における最大の目標は賢者の石を作り出すことだった。賢者の石は非金属を金などの貴金属に変え、人間を不老不死にすることができる究極の物質と考えられた。また口述の通り、神にも等しい知恵を得るための過程の一つが、 賢者の石の生成とされた。賢者の石を作る大いなる号には湿った道と乾いた道の2種類があった。湿った道は材料を哲学者の卵と呼ばれる水晶でできた球形のフラスコに入れて密閉、外的条件が整ったらアタノールという色で加熱する方法で完成まで長い期間。 少なくとも40日を要したが、ヨーロッパの錬金術において最もよく行われた。乾いた道は土星のルツボだけを用いて、わずか4日間で完成させるもので、実験を行う環境に恵まれなかった錬金術師たちが用いた。この作業で材料は黒、白、赤と色を変える。賢者の石は赤く、かなり重い、輝く粉末の姿で現れるとされた。 この賢者の石を水銀や熱して溶かした鉛や鈴に入れると大量の貴金属に変じたという赤い石は非金属を金に白い石は非金属を銀に変えるとされたエリクサーは賢者の石と同じように金属編成や病気治療を可能にする霊薬であるジャービルはエリクサーを品種の病人に飲ませ容体を回復させたと伝えられているパラケルススは 錬金術の知識を医学に応用し、人間の健康を守る薬を求めた。ヘルメストリスメギストスは、錬金術の始祖であり、錬金術の主語神とされた。ヘルメス文書は、ヘルメストリスメギストスの著作とされる文書で、その数は3万冊を超えると言われる。紀元前3世紀から紀元後3世紀までの6世紀に、わたって書かれたとされており、実際は、 匿名の複数の著者による文書をまとめたものである。文書には、デモクリトスの原子論、アリストテレスの四元素説など随所に、ギリシャ哲学の影響が見られる。エメラルドタブレットは、ヘルメス文書の中で、最もよく知られている短い文献である。錬金術師たちはヘルメス自らが、エメラルドの板に刻み、ヘルメスの墓地から発見されたと信じた。 実際は10世紀頃のアラビア語文献の翻訳で、さらにその元は4世紀頃のギリシア語文献と推測されている。錬金術の宇宙観は、マクロコスモスとミクロコスモスは対応関係があるというものだった。金属変性実験というミクロコスモスは、マクロコスモスという世界の構造が映し出され、実験とともに世界の仕組みを明らかにできるとされた。 またホムンクルスのように、無生物から人間を作ろうとする技術も、一般の物質から、より完全な存在に近い魂を備えた人間を作り出すという意味で、錬金術と言える。錬金術に携わる研究者を錬金術師と呼ぶ。特に高等な錬金術師は、霊魂の錬金術を行い神と一体化すると考えられたので、宗教や神秘思想の趣向きが強くなった。 現代人の視点からは、非金属を金に編成しようとする、錬金術師の試みは否定される。だが、歴史を通して見れば、錬金術は古代ギリシアの学問を応用したものであり、その時代においては、正当な学問の一部であった。そして、他の学問同様、錬金術も実験を通して発展し各種の発明、発見が生み出され、旧説、旧原理が否定され、 ついには科学である科学に生まれ変わった。これは歴代の錬金術師の貢献なくしてはありえなかったとも言える。文献からは成立し始めた自然科学が錬金術を非科学的として一方的に排斥しているわけではなく、むしろ両者が共存していたことが見て取れる。様々な試行錯誤を行う錬金術による多様な分離生成の事例は科学にとって 格好の研究材料であった。錬金術師たちは、俗にイメージされるような、魔法使いや、マッドサイエンティストのような身なり、研究一辺倒の生活をしていたのではなく、他の職業を持ちながら錬金術の研究も行うといった人物も多く存在していた。例えば、万有引力の発見で知られるアイザック・ニュートンも、錬金術に深く関わり膨大な文献を残した一人で、ある。 最近ではこれらの文献を集めた研究所も刊行されるなど、いわば錬金術的世界観の再評価が行われていると言える。アランビック心理学者カールグスタフ・ユングは錬金術に注目し、心理学と錬金術のある著書を書いた。その本の考察の末にユングが得た構図は、錬金術が実は対立し合うものの結合を目指していること。 そこに登場する物質と物質の変化のすべては、ほとんど心の変容のプロセスのアレゴリーであること。また、そこには大抵、アニマとアニムスの対比と統合が暗示されているということである。神秘的、超自然的要素を含んだ錬金術は、文芸術作品においても、特に、スペキュレーティブフィクションというファンタジーや、サイエンスフィクションなどのジャンルに、大きな影響を与えた。 神話や伝説をベースとし、現実世界とは大きくかけ離れた世界観を持つファンタジー作品において魔術と並ぶ空想の能力の一つとなった。また、通常の科学技術と並立し超科学的な分野として確立している例もあり、作品ごとに詳細かつ複雑に体系化されていった。さらには、アニメやゲームなどの娯楽のメディアにも錬金術の要素を組み込んだり、 題材とすることが多い。周期表上の金の位置、非金属から貴金属を生成することは、原子物理学の進展によって、理論的には、不可能ではないとまで言及できるようになった。錬金術の目的の一つである、金の生成は、採算は合わないが現在では、可能とされている。 金よりも、原子番号が一つ大きい水銀の同位体 196HG に中性子線を照射すれば、原子核崩壊によって 197AU に変わる。金の字を、金銭と解釈し、株式や不動産投資などの離職行為や悪徳商法などを、錬金術と例えることがある。比喩的に魔術師とも呼ばれる人物を含む、歴史研究ユング系神秘学一般の。 ありがとうございます。